とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、新しい弓を入手しました。早速使っていきたいと思います。この弓です。はい。ウィーピング、ツタの弓。まあ、新しいやつなんだけども、見た目はかっこいいね。ユニーク装備。さらにこれ、金色装備なのよ。金色が出ました。で、金色のユニークスキルが、転がるときに矢を撃つ。これのレベル3。バーストボーストリングのレベル3がついてるのよ。なかなか良くない?で、スキルがね、ちょっといまいちだったんだよな。ショックウェーブ。まあ、これがビームを撃つんだけど、雷の属性になります。で、ダイナモ。一回ぴょん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 するごとに、ダメージが1万8000ぐらいプラスされるのかな。そして連鎖反応です。まあ、この連鎖反応、ダイナモ、どっちかが、マルチショットだったら嬉しかったんだけどね。でもまあ、バーストボーストリングで、3発、矢を撃つので、まあまあ、そんなに不便はないかな。まあ、とりあえず、どんな感じなのか、一回撃ってみようか。普通に撃つと、こんな感じです。この矢が通ったところを、毒の霧が覆います。かなりの広範囲に撃つので、遠くから撃てば、遠くから撃った分、ずっとね、この、毒の道が続くのよ。まあ、ダメージはね、若干少なめだけども、見た目がかっこいいから、まあ、ありでしょう。で、これに、バーストボーストリングなんで、こう、ぴょん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 。ここではちょっと矢が出ないけどね。こう、ぴょんぴょんすると、ダイナモが溜まってくるよね。で、それで1回ごとにダイナモで発射できるので、かなりダメージは高い弓だと思います。まあ、行きましょうか。ここ行きまーす。で、このね、新しい装備、強いんだけども、弱点があるのよ。それがね、矢の数が少ないってこと。初期が20本なのよ。かなり少ないよね。この、冬の指先?これになると、初期が80本だもん。なので、矢があんまり使えないっていうところが、ちょっと弱点かな。まあ、そこを補うために、これ。稲妻の矢筒。これをつけてきて、まあ、これでね、ちょっと補っていこうと思います。まあ、そのためには、キノコを一つね、省く必要があるので、武器には機械総ブレード。キノコがいらない武器をつけてます。さあ、どんな感じだ?行ってみよう。ちょっとぴょんぴょんしてみよう。おーおーおお、なんじゃこりゃ。これ、うわ、かっこいいな。かっこええ。めちゃくちゃかっこいい。これからが今、普通の方ね、普通の攻撃なんだけど、かっこいい。なにこれ。この毒と雷で持続ダメージバリバリバリって食らわせるし、いいね。で、雷の矢筒が、すっごい合う。ベストマッチだわ。これいいぞ。いやー、これすげえ。なんだこれ。これなんか、処理落ちしそうな感じがする。これむちゃくちゃ強くねえか。でもね、矢がさ、若干減ってくる。減ってくるから、スキルだな。スキルで、無限があればちょっとマシかな。無限。いやでもまあ、今の俺のスキルでも悪くはないよね。悪くはないな。もうむしろ、これはブーツ入れずに、羽に、雷。もしくは、炎の矢筒を2つ。それで良さそうね。なんじゃこれ。むちゃくちゃかっこいい。やっぱダイナモが結構いい感じかも。バーストボーストリングとダイナモ一緒に入れることで、かなりのダメージ稼げるんで、
いいね。ああ、いやいや、これもう本当見た目がやばい。この武器。もう本当魔法使いみたいになるもん。強っ。いや、これはいいやつをゲットした。やっぱりあの、金色のスキルって、確かあれランダムだよね。スキルがつくのって。これがうまいこと、レベル3のバーストゴーストリングがついてきたっていうのが、もう奇跡に近い。めちゃめちゃいい、これ。なんだこれ。はい。まあ、ボス行ってみようか。あ、でも、矢が少ないな。いけるか。すげえ。もう災害みたいな感じになる。毒と雷を撒き散らして、なんじゃいこれ、やばすぎるね。よし、そろそろボスか。あ、ボス来ましたね。ちょっと雷の矢筒を5本丸々にしてからスタートしようかな。あー、ちょっと待って、矢が21本。これいけるかな。これいけないかもしんない。どうしよう。炎の矢筒いってみるか。炎を入れてこれでいく。そうするとちょっとはマシじゃない。いくぞー。あー、1対1だったらいまいちダメージが出せないのね。うん、なるほど。対マンでは、まあまあ、矢は大体そうなんだけどね。ちょっとダメージは稼ぎにくいですね。あ、やっぱ集団戦ですっげえ使えるっていう装備っぽい。あ、なるほど。そうか。やっぱこっち、機械装備の強えな。この武器やばいな。あ、敵がね、雑魚敵が、ついでに出てきたときが、結構いい感じかな。うん。ついでに出てきたときが、かなりダメージを与えやすいっぽい。まあまあ、そうよね。バーストゴーストリングで矢がいっぱい出るから、そういうことだよね。雷もその分出るし、この毒の道もたくさん現れるから、それはそうだわ。はいはいはい。まあまあまあ、これ使えるところいろいろありそうで、なかなかこれ面白い装備だよ。うん、ちょっと雷の矢筒俺1個しか持ってないから、2つあったっけ。いや、まだ1個だな。なんであれをちょっと2つにしていくと面白いかもしんない。うん、防具によってもまだね、もうちょっと火力とか上げれそうなので、ちょっとこれ研究が必要です。はい、それでは戻ってきました。うーん、でもやっぱりね、この初期が20本しか矢を持てないっていうところ、そこがちょっとね残念だけども、まあ威力としては申し分ない、ものすごくいい装備です。まあただこれがマッチしてるんだろうね、ショックウェーブとダイナモが。これでかなりのダメージを出せてると思うけど、そうね、この連鎖反応をマルチショットか無限、それに変えてしまえばもうちょっと良くなりそうです。まあでもとにかくこのウォーピングツタの弓、この金色装備、なかなかいいやつ入手したと思います。これはなかなかいいよ。はい。まあまあ、これを入手するように周回してみてください。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。